いやー、切なケースだよ。今回はこのゲーム、可能性という実況を始めていきたいと思います。よろしくお願いします。このゲームは結構、Bゲームの中でも古い部類に入って、有名なホラーゲームですね。思い出がありまして、初めてフリーゲームっていうものを知ったんが、このゲームだったんですよね。可能性。ホラーゲームです。というわけで、まあ、一度見たことあるんですけど、内容をここまで覚えてないんで、ちょっとどんな感じだったかっていうのを見ながらっていう、そういう実況になっていきたいとなっていくと思います。謎解きの部分覚えてないけど、多分若干初見寄りのプレイになると思いますので、とりあえず楽しめると思います。見ている方もすごい偉そうやな、これよっしゃ、というわけでやっていきたいと思います。よっしゃ、電車に乗ったところからだったな、確か。だったような気がするんやけど。今までの人生で、いいことなんかあっただろうか。あるにはあった。でも、それらはすべて、取るに足らない些細な出来事。生まれてからの出来事をすべてひっくるめれば、私の人生は、決してプラスではなかった。この御用に及んで、ようやく因果応報なんて言葉は、なんで読むこれ。でたらめか。でたらめと言ったという結論に至る。そんな言葉が真実だとしたら、私はこれ以上ないほどに幸福なはずなのだ。薄れていく意識の中で、私は最後の言葉を心の中でつぶやく。こんな世界、間違っている。可能性。ビビディバビディブお、急いでいるような BGM ですな。マコト、早く帰ろうぜ。ちょっと待って、今片付け終わるから早くしろよ。電車行っちまうぜ。分かってるけどさ、何やってんだよ。子供を適当に言ったって。おい、オッケー、帰るぜ。何をやらかしたんじゃ、あの男の子、帽子の男の子は。急いで急いで、間に合わんぞ。何してんだよ。信号、赤だよ。で、止まらなきゃ。そんなことどうでもいいだろ。交通ルールは守らなきゃダメだよ。青信号を渡ってよし、赤信号を渡るな。車なんか来ねえじゃねえか。いいんだよ、こういう時は。交通量が少ない時は赤信号に渡ってほしい。でも早くしなきゃ電車が出ちまうだろう。さっさと行くぞ。ちょっと引きずられてる。赤信号みんなで渡れば怖くない。痛い、髪の毛引っ張ってる。我慢しろ。いきなりギャグみたいな感じになってる。セーフも何も、電車まだ来てないじゃん。バカ野郎、お前あれだろ、他の信号でも止まるだろ。学校から駅までいくつ信号があると思ってんだ。全部止まってたらいくら時間があっても足んねえだろうが。分かったから怒鳴らないでよ。目立って恥ずかしいじゃん。あと、美人な女の子だ。あ、結構美人で、美人やけど男もわさりで嫌いなタイプだよ、これ。誰だね。まことちゃん、久しぶり。綾乃さん。そうだよ。何？たった半年で同級生の顔を忘れるわけ？いや、別に忘れたわけじゃ。まあ、同級生なんやな。まずこの3人がいくつか知らんけど、中学生かな。誰だ、彼女？全然違う。ただの中学生の時のクラスメイトだよ。中学生の時ってことはもしかして高校生なんか今、これ。若干見た目的に幼そうに見えるけど、そうなのに見えんかったな。よくで中学生ぐらいだと思っとったけど、高校生？ただのって何よ。そこまで嫌な顔することないじゃん。あ、これこの声はさ、あれやな。次からあの、牢獄の庭で、あかねにつけた時の声やろ。いや、別にそんなつもりで言ったわけじゃ。
俺は風見隼人、ここでは俺がこいつの面倒を見ている、よろしく。へへ、よろしく。これからどうするの？電車に乗って家に帰る以外何かありますか？いや、そうじゃなくてさ、こっち方面なのかなって。当たり前じゃん。中学校で同じだったんだからさ、いいがお互い近くにあるってことじゃない？いや、そうじゃなくてさ、塾とか行かないのかなって。塾？ないない、ありえない。もう速攻帰るよ、カナと一緒に。って、あい？カナ、何が恥ずかしがってんのよ。わあ、かわいいな。恥ずかしがってるあなたはかわいいよ。あ、何よ、かなよ、もう、この、何さんって呼ばれたのかわからんけど、このロングヘアの女の子がかわいいよ。そういう、恥ずかしがっているところ、男が大好きよ。まったく、ほら、いいから、いいから。おっと、強制送還です。友達？まあね、誠よりも何百倍も人見知りが激しくしてさ、参っちゃうよ。下り、電車が参ります。黄色い線まで下がってお待ちください。あ、電車見て来たみたい。小腹が空いてたからそこに何か買って食べようと思ってたんだけどな。なんか食いしん坊そうなタイプやもんな、この女の子さ。どうせだから一緒に帰ろっか。つまらん話も合いますし。食べてからでもいいよ。別に一本ぐらい送らせても。なんだったこいつ、なん、ハヤトだったよな。どんな子だったっけ。なんだと、俺は認めんぞ。早くゲー、入って、ゲームを全クリアしなければいけないんだ。じゃあ、先に帰っててよ。なに、お前は、最新言うの、俺を、一人で、寂しく帰らせと言うのか。そんな、不条なやつだと思ってなかったぞ。まあ、そういうことでさ、乗ろうよ。4人もギャグ倒るんだ。これぐらいの声の変え方をしなあかん。すべては思うんだ。綾野さんは僕に会ってからこそ電車に乗った。綾野さんが乗ったからカナダさんも乗った。ハヤトは僕が止めなかったから乗ったんだ。僕があの時自分の意思を貫いていればみんなこの電車には乗らなかった。こんなことにはならなかったはずなんだ。よくあるその最初のうちにこういうセリフを使っておくタイプのやつですな。もうこれを聞いたら分かる通り、この電車で何かは一悶着が終わるということです。はい、行けー、あんな車追い越してこい。まこと毎日電車と思って。うん、そうだけど、なんで毎年半年も顔見なかったんだろうね。ここも近いのに。あやまさんも電車と、今日はいつもより遅いけどね。なんで今日は文化祭だったんだ。お、文化祭がりか、先週してるね。で、片付けした後にハミレスで軽く打ち上げ終えたところ。いいな、俺そういうさ、青春してないな、高校の時。そっちは普通に学校帰りだよ。え、学校帰りってもうすぐ8時だよ。普通6時半には学校閉まるでしょ。いや、うちは7時半まで図書館だけ空いてるんだ。みんなそこで勉強して帰るわけ。うわぁ、めっちゃ真面目だ。進学校か、お前。進学校なんか、お前。エリートコースマシクラテープの人間か、お前は。7時半まで？うん。みんなそこで勉強するわけ？まだ高1なのに。あ、高1なんやな。高1でこんなに勉強するん。俺、高1結構遊んでたな。いや、部活しよったな。うん、まあギリギリまで残ってる人はあまりいないけどね。うわー、行かないでよかった。そんなところいたら1ヶ月どこになるよ。見た目通りの勉強嫌いのやつだった。元生徒会長は何言ってんだか。私は学校は好きだけど勉強は嫌いなので、まあこっちはマジのことで指名してるわけですか。いや、指名、言うな、読ませろや、読ませろや、お前ら。言うなって、って。ハヤト、どんだけ聞かれたくないんや、喋らせたくないんや。やめてくれよ、ハヤト、お前。実況者キーだって呼んだろか、お前。帽子、似合ってないぞ。
あこいつらってこういう反応した。名前まだ覚えてない。なるほどね、どこに全然合わないわけだ。こんな時間に電車乗るってめっちゃないからな。あやのさんは何かやってんの？おかげさまでそっちみたいに勉強一生懸命やってないところなんだね。まさか今も生徒会長をやってたり。1年がなれるわけないでしょ。じゃあ3年になったらやるつもり？まあね、今も生徒会役員やってらっしゃい。さすが元生徒会長。ちなみにハヤテは生物部ね。何やってんの？よしよかー、オケ。カメとかもいるじゃん。俺は虫専門っていうか甲虫専門。カブトムシ好きなタイプやな。今の時代カブトムシがおらんけどね、カブトムシ結構かっこいいんですよ。ツノが生えててね、パワフルでね、パラフルってなんだろうな。部長も大変だろうな、こんなのがいると。うるせえ、いやいやい、引っ張んないでってば。傍観してるね。なに、どうしたの？電車止まったね。お客様にご連絡申し上げます。ただいま人身事故が発生しました。しばらく停車いたします。人身事故、くれぐれも外に出ないようお願いいたします。お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけしています。人身事故ってことは何？人がはねられたの？こりゃしばらくは帰れそうにないね。俺次の駅で降りれるのに、ここから直接帰っちゃダメ。今出るなって言ったじゃん。なんだよそれ、やってらんねえ。事故かな、それの自殺？いや、まだ死んだと決まったわけじゃ。電車にはねられちゃって助かんないと思うよ。まあ確かに。繰り返しお伝えします。先ほど人身事故が発生いたしました。警察の現場検証をするまで1時間ほどかかります。お急ぎのお客様には大変ご迷惑をおかけします。1時間？家に帰るの9時過ぎてるな。ちょっとどこ行くの？最前車両に行ってみようぜ。下見れるかも。見たくない、見たくない。じゃあ俺一人で行こうっと。あ、ちょっと、まったく自分勝手なんだから。どっか行くんだ。あ、私やだ。あ、久しぶりに出てきたね君、名前忘れたよ。名前覚えてないけど可愛い言葉覚えてるよ。名前教えてくれないかな、覚えさせてくれないかな。まあまあしょうがない、私たちも行こっか。私もあんまり気が進まないけど、どうせこんなクリクやみたいなし、車両の後ろの方にでもいれば大丈夫だって。何か本当は興味あるんじゃないの？いやいや、そんなこと。ちょっと怖いけど、二人とも行っちゃったし、これに乗じて行っちゃおうみたいな。結局みんな来るんじゃん。まあね、カナは嫌だって言ったんだけど。でもカナさんも来るんだね。怖いの嫌だけど、一人はもっと嫌。というわけでみんなで、おう、みんなついてきてるね。え、お前らなんかすごい俺の後ろついてくるな。うん、ちょっと離れろ、仲いいみたいに見られると。ハヤト君の行く、ハヤト君のところに行くんじゃないの？行きますよ、行くんよ。でもその前にセーブさせろ。あ、間違えた、これじゃない、これやったら出たこうじゃん。ちょっと見てみようか、道具とか。なんもなし、バッグもだ、バッグぐらいもで、はい。特技なし。普通の男の子でした。はい。水木誠っていう名前や。何も持てない。なんか持てや。ね、セーブか。2両目ってなんこれ。あ、場所書いとんこれ。2両目にいますよっていう感じの方が載っとんかな。これが後々役に立つ時が来るんかわからんけど。はい。というわけで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。週明け。
暴れん坊のサンタクロースです。宣伝というプレゼントします。この動画は刹那圭介の実況動画です。刹那圭介のチャンネル登録がしたいという方は俺をクリックしてくれ。皆さんのチャンネル登録お待ちしております。ジングルベル、ジングルベル、腰。